もない。いや、いろりが、いろり、いろり。めっちゃあるよ。1、2、3、4、5個。はい、どうも、まーちゃんです。はい、今日も来ましたね。古民家。前、キッチンやったかな。中の解体ね、ちょっと見てもらったかなと思うんですけど、今日ちょっといろいろ外回り進んでいってるっていうのと、でまあ中も結構解体終わったんでね、ちょっとその辺を見ていこうかなと思います。で結構ね、材料も今日結構入ってきたかなと。これヒノキの大引きです。大引き、はい、支えるところですねそれなんとなく分かってる。大引きは何回か出てきてるもんな。結構出てきます、うん、床の下地やね。で使われます。で今回値段がないよ。あ、ないんすか。大引きで、まあ中にも置いたんだけど、24ミリの合板、はい、分厚いやつでいいから、これに直接もう床板貼る。へえ。で床穴みたいな。でまあもうそれの材料と壁の材料と、これはこれも壁の下地や。あ、壁の下地。うん、これ見て。何でしょう。これここの屋根の解体した時に出てきたやつなんだけど、僕もこれ初めて見て。一応瓦の形してるの分かる。普通これで1枚ない。これ、はい、で4枚分にこれがもうセットでもひっついちゃってるのよ、これ。ああ、そういうことか。そう、ほら、これあれ天窓やったよね。天窓っつって、あの明かり取り、屋根明かり取り、うん、ああ、まあなんか光さすように。そうで、普通瓦やったら結構ベタッと全部あるから明かり入らない。はい、ここにこうガラスがこう差し込めるようになったんだ、こうやって。でこれ差し込んで、ここ明かり取りになって。でも何年前の技術なんですかね。どれぐらいねやろな。ここ建物自体がその何記録が残ってないからさ、 あんまりないんですね、そういうの、うん、でも多分50年以上は確実に建ってるやろか。あ、昭和とか、昭和とかその前とかぐらい、うん、こういう加工ができるんですかね。あ、できる、そう瓦って1枚ずつこう型作って、ある、はい、あの焼いてしてるから、これも多分この型を作ってから焼いてみたいな。そうでこっちが今もともとここが蔵があって、さあこのままもうここに蔵があって、それを外してちょっとここ壁ベタンとなってたから、はい、差しつけて、まあちょっと雨よけも、でここも今これ もなかったもんな、前。ないですね、うん、これラミテクトっていう、これも糖質シート。糖質湿気通す、でも熱が通さない。ああ、そうなの。糖質、防水、防水。そうなんですか。おはようございます。おはようございます。これなんで意味あるんですか、この溝みたいな。横からとか、これ曲げたんで、これ上乗せて、ちょっとこれ厚みが厚いとパキンって巻いてしまう。あ、そうなんですか。うん、だからちょっとここだけちょっと溝つけて曲がりやすいように。へえ、ここのやつがそういうふうに重ねるようになってた。ああ、なるほど、うん、多分半分しか理解してないけどここはこう、ここなんでこう並べて、これ瓦がね、僕最後こうこう。ああ、そういうこと。ああ、そういうこと。これなかったら最後ピリオンって降りてきそうや。ああ、そうだ、なるほど。全然1枚ずつ持ってきてるから、最後だけ乗らなさけどパタンと倒れてしまう。へえ。あそこにカヤが見えてますね。カヤブキ。ああ、そうでこれ全部カヤブキやった。ちょっとかぶしたら、あ、こっちだけ。そう結構多いな、こういうの、こういうやり方してるやつは元のかやぶきの上にボソッとかぶしたら、はい、何もない。いや、
ロリが、イロリ、イロリ不思議っていう、これ、これもほんま見たことないんだけどめっちゃあるよ。いろりって、本来何のためにあるの？なんかこう、火を…とか、うん、そうそう、ですよね。そうそう、なんで5箇所？なんでこんなにあるのかな。5世帯で住んでたんですかね。うん、狭いここで住んでちょっと、ルームシェアみたいな。でもここ全部普通に畳とあと引いたってます、全部。はい、だからこんなんあるって思ってなくて、やたら床がふわふわすんなと思ってない。結局これがあるからさ、床の下地が全部ここで切れてんのよ。ああ、そういうことか。で、ちゃんと補強してないから全然ふわふわしてたみたいな。で、ここだ、ここが和室で一応残ってる。おお、まあ、これも取ってしまって、床もう一回新しくやり直して、あと、リビングみたいな。リビングか。キッチンがこの辺にあるかな。あ、そう、ね、ここで完結みたいな感じですか。そう、ここでもう生活は一通りできるから、うん、難しいのが、古民家って結構こう、多分な、見たらわかんないけどさ、これもさ、隙間が全然違うよ、ここ、これ、ここの隙間がさ、上としてちょっと違う。この幅と、上の幅が狭くなってる。おだから、建物自体もこう斜めになってる。床自体も、こっちが下がってる。この柱からそっちの角までで大体3センチぐらい上がってると。下がってる。下がってる。こっちが下がってる。あ、こっちが下がってる。で、今度この柱から向こうの柱、はい、ここあれ、はい、この間でまた3センチ下がってる。今日は6センチ下がってる。この端から端までで、まあ5センチ、6センチぐらい。ああ、だから これもさ、こことさ、ここが違う幅が、こことこの幅とこっちの幅が違う。これ多分な、分かりづらいですね。これ多分な、ちょっと後ろにいてこの辺ぐらいからこういう感じで正面向いてみたら、なんとなくさ、こう下がってるように見える。この下の木とか見たら絶対見えてないな。左が下がってる。右下がってる。ちょっと分からんパッと見でもう、ね、もう感覚かな。俺はもうそのパッと見でまあ、もうこれ下がってるみたいな。へえ、まあ、水平になってないと思うんですもんね。そうそう、落ちてるんだ。だからその斜めになった状態でこの建具を作ってるから、だから、この下が全部斜めない建具。じゃあ隙間空いてるってことですか、建具。建具を斜めに作ったの。いい、そっちの器用ですね。確かにな。だからこれを、次新しいちゃんとしたまっすぐのところに入れたら、入れへん。ああ。床がこう斜めになってるから、まっすぐ戻してくれ。おお。ほんならこう、いろんなところに影響が出てくる。だからそれも誇張とこういろいろ考えながら、どこの高さを基準にして全部水平持っていくか。結構意外と意外と大変、力仕事だけじゃないですね。そう、頭使うんですよ。で、これがこっちの床に使う5針葉樹、うん、これは 24mm ってます。おお、一番熱くないんか。これ結構まだ28ってまだある。ああ、あるんですよ、もう一段階。そう、まあ、新築とかも、まあ、24か28か、うん、床はってことですね。床、うん、ここがお風呂、お風呂になって脱衣場ができて、で、出室。これ、こんなもんこれ、ね、綺麗に溶けてるんですか。それも一回洗い、うん、したら結構このなんか新聞紙みたいな巻いてあるやつ、はい、考えたら取れるかな。ここきれいにして全部化粧で見せるから、別に虫食いもそんな少ない、しっかりしてるから、うんうん、虫食い、こういうあの点々点々だけ、こういう穴開いたりとか、これこういうのとか、
ああ、これは虫、あ、そうか、虫食い、ね、虫が食ってる。食ってるんですよね。な感じで、まあ、日本もやっていこうかなっていう状況ですね。はい、ということで今日はね、古民家の改修工事の進捗見てもらいました。ここからね、またいろいろ床して、壁してみたいな感じで、どんどん進めていこうかなと思うので、またその辺もね、ちょっと見てもらえたらなと思います。はい、ということで、この動画がいいなと思った方は、グッドボタンと、チャンネル登録、よろしくお願いします。またじゃあ進捗見てもらえたらなと思います。